ロマニー教授とクリームシューパート2やっていきたいと思います。さて何を買おうかな。コンビニだよね。所持金ません。とりあえずセーブしよう。やべえ、むっちゃ気になるのあんな待って、懐かしいだろぞ。水素水、水素水なんだっけ。普通に水だよね。一時期すごい流行りましたよね。地中って結果水使うからいい水が必要なのかもしれない。神々のあれに決まってるから。280円のお返しです。水素水 EX! さてと、ガタン。ん？おかげでありがとうございます。あなたは？私は水素水の販売をしてるものです。早速飲んでくださいよ。なんか見覚えがある気がする。プシュ。水素の音、なんか俺聞いたことあるぞこれ。そう、時代は水素ブームなんですよ。なんだっけ、水素水なんかあったよな、ニュースで。なんか、水素水って実際効果ないんでしょ、ただの水だから。水素水は、とても簡単なんですよ。水素水おばさんなんかいたよな、あれだよ、なんだっけ、特番かなんかの人だよね。格好的に。間違えた。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえこと言いそうになった。ちょっと、独特っていうか、あのね、なんて言ったらいいんだろう。水素の音、これ、多分、あれだよね。なんだっけ、藤原なんたるさん、だよね、確か。いいのかな。どのような効果があるんですか。あくまで一例ですが、無事だ。嘘つけ。身長伸びんの。ちょっと待って、ここ関係ないだ。高口当選しねえよ。こういうのできねえよ。それはやばい、究極の選択肢だ。懐かしい水素の音。そんなわけない。根拠ないことは言わない方がいいぞ。いやお、水素はカルタにいいの。うお、たわけ。こわ。こわ。ツイッターでネタにされてる人がブチギレた。水素は偉大でした。皆さん興味ある方はね、ツイッターの検索で、水素水調べれば多分出てきますよ。それは実に素晴らしい。ああ、もちろんだと思う。ドゥン、ドゥン。ただいまー、お帰りなさい。って何ですか、その変な喋り方は。どこが変なんだい？いつもの私だよ。そんなことよりも、障害者がいい人がいるんだ。障害者人。さあ、入ってくれ。ああ、お邪魔します。誰ですか、このおばさんは。水素おばさんだよ。ご紹介に受けたまりました。水素水一筋48年、マジでババアじゃねえかよ。飲んだ水素は 5リットル以上。大して飲んでねえじゃねえかよ。みんなの水素水アイドル、水素水おばさんです。アイドルなのにババアってどうなんだ。はクリームシューの材料に買ったらと買っていったと思えば、こんなおばさんとは自分にもらっていたとは見損ないましたよ先生。トマさん、何をそんなに思って言うんだい。ほら、一緒に水素水を飲もうじゃないか。そばよ、一緒水。もう何、ただ水飲んでるだけでしょ。ダメだ、こいつ。早く何とかしないと。しかし、どうすれば。あ、そうだ。先生、水素水ってその一本しかないんですか。パーティーをするのはたくさん欲しいです。たまには、それなりにもなるわ。この水素棒を水の中に入れることによって、普通の水も、何なんだ、それ。これ一本でペットボトル60分。ああ、はいはい。ああ、いいっすね。そして今ならこちらの水素水が49,800円の3回払いでご購入いただきます。ああ、とりあえずこの水素棒を使って水素水作っちゃいましょう。
あれ48,900円で言った？ちゃんとした水道が。ジョロジョロ水道水じゃね。あとはこれを入れて49,800円って言ってたよね。49,800の3回払いだから1回あたりやれと何ぼだ、16,000と端数か。よし、この水を下に飲ませれば復活。何入れたの今。お待たせしました、ありがとう。あー、水素の香り、いただきます。どうぞ。水素は無臭だけど、それぞれ水だから。あ、いやでも臭いぞ、場所見たら臭いぞ。うっ、先生何か飲み物仕込んだわね。そんなわけないだろう。てかお前どうして駅なんだよ。私は水素水を毎日飲んでいるおかげでこれくらいの毒じゃ死なないかないって。水素水パネーぞ。かくなる上は力でねじ伏せる。望むところよ。超人バトル始まった。超人になるのか。3年後。つえ。ロマニー教授の墓。先生が死んでからもう3年。時が経つのはあっという間ですね。僕、先生に言わなければならないことがあります。トーマソーン！結婚してる。先生、僕たち、結婚することになりました。やっぱりか。バッドエンド、幸せの水素水。やべえな、水素水。トマソンとおばさんだけが幸せになったよ。飛んでるなぁ。クリーム酒どっか行っちゃったよ。さーて何買おうかな。カレール、あ、カレーいいね。あ、これもううまいやん。1000お預かりします。620円のお返しです。違うものを作ろうとしてるじゃん。1文字消したら、1文字消して1文字直せばすごい見覚えになる。あ、はいはいはい。これも美味しいカレー作れるからさ、一回帰ってみようぜ。なんかねえ、フラグ。家に帰る。これでうまいカレーはできるでしょう。まあいろいろと具はないけど、カレールーの素とだ、まあ肉がないからちょっと味は薄いけど。まずすまなかったね。早速作り始めよう。別にまずくはないよね。ルー2種類入れて混ぜればなかなかうまいですけど。ニートの鼻水溶け込むと書いてあった。あ、忘れてた。あれは確かカリントウ。完成。まあカレーだよね。きっとカリントウの甘みが隠し味に。できたよ。さあ食べようか。あ、ミッキーになってる。この香りをいただきます。どうしたんだい。これはカレーですね。シチュー作るつもりがカレー作っちゃった。テペロとかカワヨンなのかやってもきついのにこんな朝がしてしまうなんて。どんな生き方したらこんな大人になるんでしょうね。あ、もうそうか、どんな生き方をしたらこんな大人になるんでしょうね。まあ食えなくはないですから、今回はこれくらいにしておいてあげます。でも次は大人そうし、恥ずかしくないものを作ってくださいね。はい、以上。気分でメニューを変えるのもダメなのか。ナイス。やったぜ、インド風クリームシチュー、またなのカレーという。なんだだ、クソつまんねえな。なんかもっとはっちゃけたことになるかなと思ったんだけどな。残念。何買おうか。たっか、ジャンプってこんなしたっけ。ジャンプだったわ。アイテムゲット。うわぁ、うん、なんだ、トレジャーハンター仕様。多分ワンなんちゃらみたいな。安心、胃腸薬のすべて。足裏が超気持ちいい。超発進。もみやかせ。
かおう、おう。私はジョンプのページを見てた。お前弱そうな、俺と勝負しねえか。強そうなのと戦った方がいいんじゃないか。俺と戦って、マヒューの方がいいか。ウルバ2か。強っ。人気漫画、マンピースが掲載されている。あー、まあまあまあ、ハゲじゃね？お見合い持って帰るか。食い出すんじゃね？ただいま、先生お帰りなさい。待ちくたびましたよ。すまない、お土産買ってきたよ。お土産ですか。ほら、これだ。あ、今週のジャンプじゃないですか。ちょうど読みたかったんですよ。それはよかった。ははは。やっぱりワンピース面白い。あ、先生、そういえば、晩飯の材料どうしたんですか。それが、ジャンプ買ったらお金なくて買えなかったんだよ。あ。一番の目的は、食材買うことじゃなかったのか。おい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 、マジで分岐多いって。さらっとセーブメニュー出すなよ。こっちの方が喜んでもらえると思ったんだ。うわぁ言い訳すんじゃねえよ。どれも結末は同じ。言っちゃった。じゃあもう一回だけ確認しよう。こないだね、実況した某ゲームみたいな感じでね、何かあるかもしれない。俺は信じてる。まあまあまあ、あのゲームについてはあまり触れたくないようにノーコメントさせてもらうけど。すいません。謝れば許されると思うなよ。これセリフ毎回違うと考えたらちょっと面白いぞ。君が買いに行けばよかったろ。逆ギルしんじゃねえよ。まあ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 。買いに行ったからね、もう、ちゃんと。一緒に買いに行こう。甘えてんじゃねえよ。本当にこいつ女子か？まあ犯罪者だからな。なんか言えよだろ。やっぱりな。読めたわ。エンディング開始のために選んだんだ。そっか。あ、すごいドライな終わり方した。特に理由はない。はい。許されたかと思ったんだよ。ダメか。どこのセーブデータだ。ここか。やべ、コンビニの前セーブなくねえか。あった。これ買うの。月間一つはなるよ。違う、1000お預かりします。220円のお返しです。アイテムゲット。大満足。手抜き力を教えます。でかすぎ。カップ新登場。旦那に言えない秘密の隠し技。今晩から使える魔法の粉300クロム付き。大丈夫か。今夜は眠れない。テクニック。奥様人気ナンバーワン。夜食は濃厚白濁スープ特集。これクリームシチューじゃねえの。人妻になったばかりになったように、家事を楽しちゃう手抜きテクニック。あ、なるほどね。月刊人妻って人妻のためのあれってことか。おや、何か本来に挟まっているな。アイテムゲット。粉をやべえ。わお。マジックパウダー。月刊人妻をお手に取っていただきありがとうございます。今月号の月刊人妻は、人妻初心者に送る手抜き特集。日々の家事を便利にする便利グッズや、ちょっとしたコツで楽になるお掃除テクなどをドドンと紹介いたします。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。ところで全く関係ありませんが、こんなところに文章を読んでくれているそこのあなた、作者にとってはとてもありがたいですが、とても時間の無駄なので今すぐやめましょう。その前にこのゲームをやっている時点でかなり無駄にしていると思います。もったいないです。そしてこんな文章を書いている私の時間も、無駄そのものですね。
左の画像は新しく発売された軽量カップである。なんと大さじ500杯分もの大きさだというから驚きだ。この商品はとある人妻が開発に携わっている。開発理由は旦那がかなりの大食感なため日々の料理も大量に作っていた。しかし市販の軽量カップは小さなものしかない。そこで考え出されたのが今回の商品である。本号の38ページで、便利な使い方を解説。38ページはなんだ。これがどの記事を読むのか。ちょっとしたコツ、手抜きできる家事のコツを教えます。俺はちょっと知りたいな。お風呂の残りのお湯、お風呂の残り湯、皆さんどうしていますか？一部の方は洗濯に利用、再利用している方がいると思いますが、それだけではもったいない。私はさらに、マジか。さらに、いや、無理。程よく出しが出て、so good! 懐かしいな。です。ぜひ皆さんも楽しみにください。体に悪いだろ、絶対。でかすぎる。なんと大さじ500杯分の軽量カップ新登場。新しく販売された軽量カップ、なんと大さじ500杯分もの大きさという驚きだ。この商品の開発にはとある一つ間が関わっている。さっき読んだやん。今夜は眠れない。前日の夜で楽チンマル秘仕込みテクニック。あ、これは俺知りたいですね。まあそうですね。これは俺もたまにやりますね。一週間先まで。それは、辛くないか、そんだけ。でも寝てないから余計にしんどいんじゃないの。秘伝レシピ、付録の魔法の粉を使って作る極上クリームシューのレシピ。今回は極上クリームシューのレシピを教えちゃいます。必要な材料は魔法の粉、ミルクホワイトソース、神々の野菜。鍋にぶち込んで3時間煮込めば完成です。すげえ簡単やん。噂の現場、謎に包まれた女神の泉とは。巷で噂を飛んでいる女神の泉をご存知だろうか。訪れた者に異幸をもたらすと SNS で話題になっている。なんとその女神の泉はこの町のどこかに存在しているらしい。果たしてどこにあるか、読者諸君も頑張ってさしてみてほしい。もう全部読みなったね。ちょっと読むの疲れたな。未知のエリアへ。絶対触れちゃいけないけど気になる。どうもごきげんよう。いや、どうも。こちらで何をしているんですか？私は旅をしている。旅ですか？ああ、私は女神の泉を探して旅をしている。女神の泉？そう、この近くにあるらしいのが何か知らないか？いえ、初めて聞きました。女神の泉を見つけた者には幸運が訪れる。そんな噂があるんだ。もし何か情報を見つけたら教えてくれ。さっき本に書いてあったよ。何か分かったら教えてくれ。この声しんどいな。これはネオ・アームストロングサイクロンジェット砲じゃないか。このネタがわからない人は銀魂を見てみよう。これでいいのか。これ本女神の泉だよな、話的に。大丈夫か、いろいろと。これは、まあ、調べるでしょう。噴水だろうか。なんだ。なんかマイクの接触が悪そうですね。わ、美人とも何とも言えない女の人が。今気づいたけど、こいつ首やべえな。あなたは？私は女神。この泉を守るもの。女神。あなたの願いを叶えましょう。何を望みますか？まあ、普通に考えて、これがあれば、コンビニ全商品買えるからこれでしょ。その願い、受けたまりました。叶えろ、おまじが、ん？おま、なんか言いやった。叶えろ、おまじない、ご一緒に。サルバトーレ、ペスカトーレ、ビビリバビリブ。これ知ってるわ。はーい。ソルバトーレ、ペスカトーレ、ビビリバビリブ。あ、死んだ。あ、死んだ。あ？おふふ。願いが叶って。よかったね。じゃあおー。ふはは。いやー、命より重いもの、物理的なんだよなー。恐怖を与える表現しかねえよ。
これがマロニー教授だったのね。今すぐスマさんに連絡するんだけど。分岐がマジ多い。ここいらでセーブしていけばいいか。なんでチーンなんだよ、レンジオンなんだよ。不老師。はいはい、オッケー。その願い受け止まりました。叶えろおまじまい、ご一緒に。ちくまこまやこん、ちくまこまやこん、不老師なあれ、はい。ちくまこまやこん、ちくまこまやこん、不老師になあれ。そこまで言うの？はい。不老師になりました。よかったね。じゃあね。行ってしまった。本当に不老師になったんだろうか。テクマクマヤコン的なあれでしょうね。それそんな曲あったな。なんだっけ。テクマクマヤコンボーオーオー。いや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 、忘れたな、曲名。ボカロだったはず。私は不老師の能力を得た。よく見たらこの子パンツ出してんだよな。わかめちゃんスタイルか？君には負けないよ。ほらね。知らないけどコパミジンにはなるってことでしょ。知ってた。一体。本当に死なないのね。ならもっと細かくしてあげる。最高なやつしかいねえ。避ける教授。チーズみたいに言うな。チーズみたいに言うな。一回区切ろう。次の動画でお会いしましょう。See you next time. また会おう。じゃあな。バイバイ。